おはようございます、りなです。今日は渋谷パルコのユーフェスフードパレードでちょっと撮影をした後にさっきと一緒に渋谷でおデートをしたいと思います。そんな私の一日をお届けするので、ぜひ皆さん見てください。それでは行ってきます。いろんなさ、そうキャラものとかが好きな人で絶対楽しい。それじゃあまた次の動画で会いましょう。この動画がいいと思ったら、あ、ポートレートやってもしろじゃない。どうやってポートレートやってる。あ、いけた。次どこ行く？どうする？どうしますか？どうしますか？ちょっとお昼でも行きますか？あ、いいね。お昼ご飯食べに行く。じゃあお昼ご飯食べに行きます。行ってきます。じゃんじゃじゃじゃん、テクテクなんです。テクテクなんです。どこだっけ、なんかさ、ここら辺、ここら辺、あ、あ、そうそうそう、ここ、ここ、お、パリビーチ、ここ、じゃーん、さきさんが来たかったところでございますね。なんか床が砂浜、うん、砂になってて、なんかブランコとかもある。え、楽しそう。そう、椅子がブランコみたいな。え、絶対楽しい。ちょっと楽しいです。インスタ映えだよ。お、じゃん、届きました。来ました。それが、あ、なんだっけ、なんだっけ、これはシンデレラだよね。そうそう、これはなんだっけ、こっちの青いのはオレンジシロップと、そう、カルピスと、なんか難しい言葉も、そういう感じのやつです。でしたね。香りも伝えたいくらいいい匂い。唐揚げ、簡単に言うと唐揚げだけど、サイコロステーキ丼みたいな。本当はもっとすごい名前でした、ね、なんとかチキンなんとか。もう食べよう、食べよう、いただきます。楽しみじゃない、高一も。今度高一もでちょっと撮影があるんです、うん、内容はまだ秘密なんですけど、うん、いやでも本当にみんなにも来てほしいね。やばいね、本当に帰るんだけど。渋谷の街を歩いています。ちょっとね、上にカメラを上げると恥ずかしいので。なんででしたか。だってこうやって歩いてたらさ、ちょっと恥ずかしくない？なんかさ、曇ってるとさ、全然違う街に感じない？人少ないし。カラオケ行きたいね。懐かしい、行ったよね。魔法の歌超面白い。面白かった。だから入った瞬間なんかすごいさ、本気でさ、あーあーあーとか言ってさ、喉鳴らしするから、あ、声でかかった。渋谷で大声でしょ。あ、ここだけ見るとさ、ニューヨークに来たみたいな。ここだけね。いいニューヨーク。ここだけねと言いながら、ね、いくら今日のね、超ジャパン。そうそうだよ。今日のチャームポイント、私たちのチャームポイントはいくらの。はい、
そう、で、ショッピングに行きます。で、渋谷のスクランブルスクエアに来ました。来ました。できたばっかりなの。うん、そう、すごい、もうなんか歩いてる最中から超なんかなんかそびえ立つ。フランフランでニコラハウスの飾り、飾りを買いに行きます。行きましょう。レッツゴー。フランフランのお店に着きました。着きました。すごい、ちょっと、かわいい。見てこれさ、唇がさ泳いでる。どういうこと？ほら唇、全部唇なの。あ、ほんとだ、すごい、かわいい。かわいい、きついですね、それ。うん、ベストーキューって。どうしようか、ニコラハウスに置くさクッション欲しくない？欲しい。いやー、ガーリーのニコラ、女の子の部屋みたいな、ね、ちょっとクッションがたくさんあるところに行きましょう。どういう系がいいかな。どうしようか。あるクッションがピンクと白、白で、でもなんかニコちょっと毛が抜けるんだよね。そうそうそう。だからふわふわ楽しいの買ってもいいかもしれない。これとかなんか可愛い、猫みたいな。なんか白可愛いって思っちゃう。可愛いかな。いいね、高級感見えるかな。でちょっとここがギザギザしてて、うん、かわいい。なんかお姫様の家みたい。ほんとだ、かわいい。これえ、これかわいい。なんかあっちに見に行こう、うん、ベッドみたいになってる。なんかさ、違う形のさ、そうそうそう、かわいい。すごいおしゃれ。かわいいね、こんな家に。どっかのお姫様。ほんとほんと。あ、すごい、見て、バスソルトだって。これ良くない？超良くない？ニコラハウスの飾りに置く。ストロベリーだって、これ蓋開けよう。めっちゃイチゴだ。ダメ。すごいイチゴだった。めっちゃいい匂い。これかわいいの見つけましたよ。じゃじゃん。じゃあ出して。ちゃんだけ。これかわいい、かわいい。これよくない？ニコラハウスに入れちゃう。こんな感じでしょ。お、あ、よくない？この3個いい感じ。これいいっすね。これかわいい、このクッション。ね、かわいい、かわいい。ね、じゃあ次私たちの顔。顔顔どうしよう、かわいいな。ティーセットもいいし、鏡もいいし、スノードームもいいし。スノードーム悩むな。でもさ、ティーセットさ、持ってないから可愛いなって思うけどさ、可愛い。あんまり使わないのかな。確かに。うん、見て、すごいおしゃれ。じゃん、映ってる。こういうキラキラしてる、この鏡。え、すごい。光るんじゃない？これ光ってんのか。これが光ってる。そうだな。ね、見て、メイクパフかわいい。ほんとだ。見てください、かわいい。鏡越しにできるよ。見てください、これ。コロコロ。冷た、冷た、冷た、冷た。コロ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 。ヘアブラシかわいい。超良くない？これブラシ良くない？髪の毛が絡まりやすい方にご説明。これは、あ、なんかでも痛いかも。痛そうだね。でも全体的に強いのかな。あ、全然痛くない。これは、え、これかわいい。こっちがいい。こっちの方がなんか優しい。これ良くない？いい、良くない？一緒にしよう。一緒に買う？うん、あ、そばに。あ、こっちも。イエーイ、じゃん、イエーイ。では先生、お会計してきます。レッツゴー。はい、ただいまショッピングが終わりました。終わりました。楽しかったね。楽しかった、可愛かったね、世界が。フランフランが大好きです。本当。
当初めて買ったのフランフランで買ったの、そうじゃん、そう初めてのだから楽しかった、はい、串使うの楽しみだね、お揃いで買いました、そうサラサラになるね、またいつか使った感想を載せれたらいいです ね、また2人でやりたい、ね、またね、次はどこがいい、どっかどっか東京のどっか行きたいですね、新大久保とか原宿、うん、行きたいね、行きたい、あそこ行きたい、代官山カフェいっぱいあるから行ってみたい、カフェ巡り、うん、おしゃれじゃん、なんかいいですよね、じゃあ今日はありがとうございました、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。